エドゥアルト・フォン・ハルトマンエドゥアルト・フォン・ハルトマンは、ドイツの哲学者。生の哲学や新官徒派、ユングなどに影響を与えた。将軍の息子として、ベルリンに生まれる。1858年に、砲兵連隊のこの得隊に入隊し、軍人として活動していた。しかし1865年に膝に問題を抱えて、除隊。その後、 音楽と哲学のどちらを職業とするかで迷ったが、哲学で生きていくことを決め、1867年にロストク大学にて博士号を取得。その後、ベルリンに戻り、膝の持病が悪化し、痛みと戦いながらほとんどベッドの上で執筆活動を行う。特にこれといった職に就くことなく、生涯を終えた。ハルトマンは22歳の時、思考死成果を残すことが、 自身の天命であると考えていた。1864年から無計画に書き記していた文章を1869年に無意識の哲学というタイトルで発表し、一躍注目を浴びる。ハルトマンはヘーゲルから刑事上学的理念をショーペンハウアーから盲目的意志を取って総合し、自身の哲学の立場を無意識者として掲げた。この 意思と表彰は、使用された一元論である。ハルトマンによると、ヘーゲル哲学の大きな過ちは、非論理的なものを論理的なものの体にあるものとして、つまり、論理的なものを理解する構成要素として、論理的なものと同等のものとして解釈している。それに対し、ショーペンハウアーは、それとは違い表彰を単に、脳による産物と意思としており、世界の本質を、 個々の表彰のむき出しとしてみなしていた。ハルトマンによると無意識とは、意思と表彰、実在と理念、非論理と論理などと共にあると同時に、世界の過程という二つの特徴のものの単に、理念的的な対立の結果であり、これは論理的なものを通じ、非論理的なものによって克服することによって帰結するものである。ありがとうございます。